これ宮様会でね、うん、本当はねこれを針金かけるつもりでね、うん、こうやってやろうと思ったらこれ草だと思ったの、うん、そしたらねこれ本体の葉っぱなんですよ。なるほど、俺落ちた、いやこれから落ちたやつかな、うん、落ちたやつと思ったでしょ。ところがね今頃ね何も落ちるわけないんだわ、秋なのに、うん、春なのに。でこうやって普通はこれでこうやってくねくねって針金かけて、うん、こういう東海でのようにね、なるほど、ミニに作ろうと思ったんだけども、うん、ふと横からあのヤジが入ったんですよ、うん、おいちょっと待てって、うん、そしたらねこの下にあるのがこれ生きてんのね、うんうん、それでこれはこれでまた面白いんでねかってことでね、うん、この作りの木はまだ他にもたくさんあるんでね、うん、ちょっとしたらね予定変更、はい、これはですねこれを使おうと思ってるんですよ、うん、ただこのギリギリできるとちょっと危ないんで、うん、1ヶ月ぐらいはちょっと辛抱してここで切っとくんですね、うん、これで、はい、こうやって、はい、でこう切っとくでしょ、うん、それでこれをそろそろと取ってさこう取ってこんな感じにこんな感じになってんだわ、うん、くる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 取ったら寂しいもんだね。取ったら寂しいけど寂しいのが好きな人いるんだわ、うん、これからまだバーって出てくるんだけど葉っぱ、うん、バーっと出てきたら嫌だって人もいる、ね、あそうか、これこれでしょ。こうなってくるとね、うん、小さい鉢に入ってる時は入る時はね、うん、この下に直根って言ってね、うんうんうん、こうやってこれ太い根がね、うん、鉢の底に入らない根があるの、うんうん、必ずそれ探すのこうやってね。なるほど、探してまっすぐ伸びるの。元気のいい木は特にこう直根って言ってこれねまっすぐ出るでしょ、うん、これはね綿みたいな細い根っこばっかり残すんだ、そうそうそう。でこの太いのね、うん、こうやって落としてもね、うん、かえってこれ力をちょっと削いでるからね、徒長しなくなってかえっていいわけさ。なるほど、ね、それでこうやってこれね根っこ鉢に入んなかったらね切るけどね、うん、とりあえずなんかね今回の鉢ちょっとね、うん、でかい鉢なんだわ、うん、この木にしたら、うん、こんなでかいんだわ。なるほど、この鉢、うん、でちょっとね温泉入ってるみたいだけどね、温泉の湯船みたいだけど、うん、こうやってとりあえずね、まあこれもうちょっと葉っぱをこう次出てくるやつはね、次の次ぐらいは大きくなるけど、うん、これでもってねこれはいずれ落としますよ、これが元気になったら。なるほど、ね、これで植えといてさ、うん、そしてこれ東海でですってね、うん、これは宮様海で、いやこれは宮様海でだ、それをちょっとこう植えるわけさ。これは何のことね、ただこれでいいんです。ちょっと水やり要注意、乾きやすいから。なるほど、さっきの取った枝でこれでこうこう何でも利用するの。こうこう、かわいいでしょこれ、超ミニ宮様会で、うん、なんかこのまま出ないでくれた方がいいんでね、かわいくて。そうかい、この方がもうちょっと上の方がいいね、まだ出ないでくれてもいいかって。よし、ちょっと待ってね、これでね水やるとき弾けるから、ちょっと重い砂をちょっと今、なるほどね、探してくる。これをね、お、そうだ、くるくるくる、うん、これちょっとこうやって、これはねあの、要するにこれあの川の砂なんですよ、うん、で水やってもこれある程度重いからね、うん、あのバーッと弾けたりしないの。なるほど、でこれねこれお客様がね借金でめっけたってね。なるほどね、買ってきてくれたのよ。素晴らしいもんな、借金に。借金素晴らしい、これね真面目に借金に通ってないとね見つけられないね1年に一遍ぐらいじゃダメなんだよ、うん、月に何回も遊びに行く人はいいんだよ、うん、まあこれで根もしっかりしてるし、うん、ねえこれだけみんなに見られれば元気よく出てくるよ、うん、恥ずかしがるけど少し。なるほど、よし、はい、宮様会で、はい、何を隠そう、これは残ったやつはこれまた挿し木するんです。あ、そうなの、はい。
これは 100%。 これはね、これはですね、今これついたの使ったんだけど、ちょっと斜めにしといてね、これはそうそう簡単には、あなた2つも立つの、こうやって、それはあなたこれこうでしょ、こうやって、これはもうしゃぶり尽くすんだから。あ、そう、こうですよ、こうですよ。で、うちは今ちょっと北海道寒いんでね、まだ電熱入れてあるの、15度になったら温度が一人でにね、入るようになってんですよ。今日は15度ないんだよ、外の気温が。だから今ね、電熱のね、温泉に入れてあるの。だから電熱温泉っつってねうちの温泉。なるほどね。これはあんた早く温泉、本人が温泉入りたいけど、この子たちね、それ水につけなくてもいいの。いや、もう、もうこんなね、若々しいやつはね、すぐスッと入れればね、中はたっぷり水分あるからね。なるほど。もうそのまま刺すんですね。刺しどこをちゃんとね、無駄にならないように用意して、いろんなものあるんですよ、ここに、これはね、これは昨日剪定したね、コクワです、これ。あ、そう、コクワってあの猿なしね、本州でいう、そうだね、日本、北海道コクワって言うんだけど、それをね、挿し木したの。コクワとクワと同じ仲間かな。ああ、違うんだね。これはね、あのブナのね、取り木したやつ。そうだね。やってみたけどダメかなと思ったけどね、カルスはできてたの、だけど出てきました、これはもう今年の夏までに根が出ます、こっちはね、あ、こっちも出てきてるね、これ。本当だ、これもなんか出そう。これもカルスできてたんだよね、あ、そっちの枝か、それ。これこっちの枝だね、これ出てたんだね、これと2本だね。奥もそうだよ、一番奥。これはちょっとまだわからんな。それが葉っぱ短いです。これ芽がね、今まあ枯れた芽でないんだよね、これがちょっと動いてこんな風になれば根が出たんだけど、これなんとも言えない。それがなんか一番葉っぱ小さいタイプ。ああ、小さい、本当の藤綱の本当のやつだ、で、これは柿ですけど、これも根はなかったの、そうだ、カルスはできてたの、それで切ってここに入れました、で、これはなんとなく出てきた、これも柿。こっちもちょっと出てる。これ、え？これも根が出ると思う、あの完全にただのぶった切りでないから、1年間あの皮むいてカルスができてたからね、それをさっとここに入れたんだから。なるほどね。もう大体半分ぐらい根が出ているような状態だったんだよね、それをさ、もっと置けばいいやつをさ、その人間の欲で切っちゃったでしょしたらついてなかったと、で、仕方ないからまた床に戻したと、そしたらこの床でゆっくり休んで、また養生して、また根っこを出してやると、はい、以上。